ドローマイライフ。1983年6月26日、愛知県で私は生を受けた。父親と母親、二人の妹、おじいちゃんおばあちゃんからの愛情をいっぱいにすくすく育った。小さい頃は幼なじみと海へ行ったり、川でカエルを捕まえたりとわんぱく坊主だった。小学生の時は足が速かった。マラソン大会では一番を取ったこともあった。中学校、部活は野球部。ひたすら練習に打ち込み、なんとかレギュラーを獲得した。受験シーズンを目前に、オール3の通知表に焦りを感じ、猛勉強をした。中学校3年生の通知表はオール4になり、先生から絶対に無理と言われた高校を受験し、見事に合格をした。合格発表は怖くて見に行けず、父親に見に行ってもらった。高校生。高校生活は勉強以外毎日楽しかった。部活は体操部に入ってバク転を極めたり、放課後友達とカラオケに行ったりした。好きな人に告白をしたが、体操部のユニフォームのピチピチのレオタードが気持ち悪いと言われ、振られたのがほろ苦い青春の思い出だ。受験シーズンになった頃には勉強は全くついていくことができず、テストは常に赤点との戦いだった。なんとか大学を合格し、浪人生活を免れた。大学時代はだらだら過ごしていた。バイトをしたり、カラオケに行ったり、合コンをしたり、勉強は大してしていなかった。中国語の単位を取るのに本当に必死だった。二十歳の時、母親の勧めでゴルフを始める。最初はボールが全くまっすぐに飛ばず、本当につまらなかった。ゴルフは会社員になった時に接待で絶対に役に立つから頑張りなさいと言われ続け、仕方なく練習に通っていた。ゴルフ場でキャディーのバイトをするようになった。その時私に仕事を教えてくれた方が、ゴルフがとても上手で、初めてゴルフを上手になりたいと思った。その日から毎日練習した。朝から晩まで毎日練習をした。就職はバイト先だったゴルフ場へそのまま就職をした。好きなゴルフを仕事にしたい、そんな気持ちだった。ゴルフ場の仕事は朝がとても早かった。朝4時とかまだ真っ暗のうちに起きて出勤をした。朝が弱い私にとっては非常につらかったが、その分早く終わるので、仕事が終わってからはひたすら会社のゴルフ場で練習に打ち込んだ。ただでゴルフができ、本当に素晴らしい仕事に就いたと思った。仕事はあまり楽しくなかったけど、職場の人全員温かい人で、本当に居心地のいい会社だった。26歳の時、4000人以上の会員さんがいるゴルフ場の中で、ナンバーワンのクラブチャンピオンになった。本当に今までゴルフを頑張って練習してきてよかったと、優勝を決めた時には涙した。その翌月には彼女もできた。明るく笑顔が素敵な子だった。将来結婚したい、初めてそんな風に思った女性だった。結婚資金を貯めようと決意するものの、リーマンショックで会社の業績は悪化し、私の給料もどんどん下がっていった。今の給料で家族を養えるだろうか。今の給料で子供に習い事をさせてやれるだろうか。今の給料で自分のやりたいことをやれるだろうか。お金の不安が毎日頭をよぎるようになった。金持ち父さん、貧乏父さんという本に出会い、サラリーマンで副収入を得るには不動産投資しかない、そう思い不動産投資のセミナーにもたくさん参加した。彼女にも不動産投資を理解してもらい、共に人生を歩んでいきたいと思い、金持ち父さん、貧乏父さんの本を見せたところ、不動産投資といえども借金を背負う人生は嫌だと言われ、速攻で振られた。すごく悲しかった。この時、次に出会う人にはお金の心配は二度とさせないと誓って、会社の給料以外のお金を自分で稼ぐ方法を日々模索した。そこで自宅のパソコンだけで稼げるインターネットビジネスに出会い、挑戦しようと決意した。ヤフオクやアフィリエイトを始めても利益を出すどころか大赤字になった。いろんな教材を買い漁り、
借金が増え、もうお金を稼ぐこと自体無理なんじゃないかとさえ思うようになってきた。ずっと一人でやってきたのでわからないことばかり、モチベーションもどんどん下がり、ヤフオクもアフィリエイトも続かなかった。何をしても稼げなかった。ここでやめてしまっては一生我慢ばかりの人生になってしまう。怖い気持ちの方が強く諦めきれなかった。東京のとある企業塾に入り、毎月名古屋から夜行バスに乗り6時間かけて勉強会に参加した。ヤフオク、アフィリエイト、何も続かなかった私だが、好きなことなら続くのではないか、そんな気持ちから自分の好きなゴルフをビジネスにしようと考えた。ブログに記事をアップしたり、動画を YouTube にアップしたり、毎日夜中までパソコンの前に向かっていた。副業を始めて2年経ったが、毎月赤字ばかりで、ストレスで体中が原因不明のジンマシンができた時には本当にびっくりした。そんな状況でも続けることができたのは間違いなくパートナーの竹内くんのおかげだ。いつもお互い励まし合って支えてきたからだ。彼がいなければとっくに心が折れてやめていたと思う。いろんなセミナーに参加したり、教材を買ったり、とにかく学びながらいろいろ実践していった。ほとんど稼げていない時期に高額コンサルや高額塾に参加していたので、お金はさらに厳しい状況になっていった。毎月5万円ずつしていた貯金を全額引き下ろし、200万円の高額コンサルに申し込んだ時にはさすがに手が震えた。銀行員の方には振り込み詐欺じゃないかと本気で心配された。しかし成功者から学ぶことこそ成功への最短ルート、そう思いひたすら学びにお金を突っ込んだ。副業を始めて2年が過ぎた頃、ようやく利益が出てきた。3万円、5万円、少しずつ右肩上がりになってきた。ネットショップや YouTube、コンテンツ販売、アプリなどだんだん噛み合い、それに伴って収入もアップした。30歳までに独立をする、そう心に決めて、寝不足になりながらも副業に精を出した。月収100万円ぐらい副業で稼げるようになり、29歳と10ヶ月でサラリーマン人生に終止符を打ち、会社を退職し、そして自分の会社を設立した。私の家庭はサラリーマン一家だったので、会社を退職して独立することに両親は猛反対した。安い給料でもサラリーマンとしての安定収入の方がいいと言われ続け、親にはあまり心配をかけたくないという気持ちや、果たして独立をしてうまくいくだろうかという不安から何度も躊躇した。しかし一度きりの人生、後悔ないようにしよう、そう思い、親の思いや願いを裏切りつつ、私は7年以上勤めた会社に辞表を提出した。これ以上親に心配をかけないためにも絶対に成功して親孝行する、そう心に決めて独立生活をスタートした。独立当初は不安な気持ちの方が大きかった。このまま食べていけるのか毎日心配だった。失敗してまたサラリーマンに戻るのかと恐怖に震えた。常にメールをチェックして、売上が上がっていれば安心し、売上がなければ落ち込んで、そんな状態を毎日繰り返していた。私は恐怖を打ち消すために成功している人からたくさんのことを学ぼうとした。メンターからたくさん学んで実践を繰り返し、昨日の自分よりも進化していきながら恐怖に勝ち、前に進んでいった。同じ志を持った向上心あふれるたくさんの仲間と出会い、刺激を受け、共に切磋琢磨し、お互いの成功を応援しながら活動していった。今では会社を2社経営できるほどになり、自分を慕ってくれるたくさんの生徒にも出会うことができた。今度は私が必ず彼らを成功に導いていきたいと思っている。この動画を見ているあなたに言いたい。私に特別な才能やスキルはあっただろうか。私はどこにでもいる平凡なサラリーマンだった。しかし私はメンターの懐に飛び込み、たくさんのことを学び続けた結果、サラリーマン時代には想像もしていなかったお金の自由、時間の自由を手にすることができ、自分が選択した人生を送ることができるようになった。心の安心だけでなく自信も手に入れた。仕事が楽しいと思える充実した毎日を過ごしている。サラリーマン時代には果たすことができなかった親孝行さえも最近は少しずつできるようになり、これからもっともっと親孝行をして親に楽をさせてあげたいと思っている。あなたの夢は何だろうか。あなたの理想の人生とはどんな風だろうか。もし
あなたが今の生活や現状に満足せず、自分を変えたいと思っているなら必ず挑戦してほしい。平凡な私にもできました。私は断言します。あなたが本気で今の現状や自分を変えたいと思うなら、まずはスタートすることです。あなたがスタートさえすれば、あなたが願った人生を必ず掴み取ることができます。できるからやるのではなく、やるからできるようになる。最初は何でもできる人なんてどこにもいません。私も初めはパソコンさえもできませんでした。ビジネスなんてしたことはありませんでした。しかし、やれば何でもできるようになるのです。忙しい、難しそう、そんなことを言っていないで本気になってみてください。私にも夢があります。それは以前の私と同じように現状を変えたい、理想のライフスタイルを手に入れたい、そう強く思っているあなたを応援し、あなたの夢の実現をお手伝いしていきたいと思っています。近い将来、夢や自由、理想の人生をつかみ取ったあなたと、今度は共に成長していくパートナーに、そして友人にもなりたいと思っています。あなたに直接お会いできる日を楽しみにしています。最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。